私は2003年の春、単身で中国へ参りました。私はもうすでに17年間中国に老人ですけれども、皆様のお世話あるために健康的な問題とか何もありませんでしたね。これはもう非常に感謝しています。我々の業界というのはマグネット磁気応用装置、こういうものを作ってる会社ですね。もうすでに私はこの業界で55年勤務しております。この業界で培っているものは、よく電気自動車の駆動モーター、従来から電気自動車には電装品というものが使われています。駆動モーターのモーターを作る際、着地という工程があります。この着地の工程というのは相当重要なものですから、この合理的な着地の方法、こういうものを日本から持ち込んで、これを普及させたと。これは今中国でも一般化しています。中国では一大変革がありました。いわゆるその電気自動車、こういうものが軌道に乗り始めて、でこの電気自動車というのは従来のガソリンエンジンの車と違って、精巧なモーター、これを使用するということで、ちょうど我々の業界の応用範囲に入っているということで力を入れて進めてますね。うちの会社もね、磁気応用の基礎ができたばかりで、いよいよ今からの発展、幸いに投資会社からの投資を受けましたんで、このお金をもとに海外国内から優秀な磁気専門家を招聘したいという考えがあります。すでに実行してますのが、日本企業の買収とか、それから技術面でいきますと、ロシアの学士院のメンバーである、今現在フランスのポワチエ大学、ここのトーチャード教授を招聘いたしまして、このメンバーと一緒にワークステーションを築き上げるという契約が成立しました。で、今後も中国と言わず、日本、アメリカ、ヨーロッパからこの技術応用の専門家、こういう方を招聘したいと。そうするといい人が集まってきますと、より国内外から人が集まってきて、爆発的に良くなるんじゃないかというふうな考えは持っております。最近でいうとスマホの普及はいわゆる世界一ですから、でしかもその中のキャッシュレス、スマホでポッとこうお金払う、これは非常に有意義であって、私は感銘してますね。この世界に冠たるイノベーションの都市、この40年でこれだけ発展するということは我々想像できませんでしたね。鋼鉄とか地下鉄も、それからバス、タクシー、これが全部電気になって、それから高層建築物、それから医療機関、それから大学院の誘致、そうそうたる大学が深圳に集まってきてますね。本当にイノベーション都市と言って間違いないと思ってます。でこれは実際に推し進めたのはこの深圳の政府、これが戦略的にこう成功に導いたということに関してはね、我々は本当に驚いてます。この短い期間でこれだけ発展してとどまるところを知らないという、イノベーション都市深圳40周年記念、おめでとうございます。